はい、こんばんは、俺です。本日もモンハンライズ、サンブレイクの方やっていこうと思います。モンスターハンターライズと言おうとしてモンハンライズと言っていました。あるあるですよね。はい、ということで、今回はラムちゃんになってみました。はい、ガッチャと。それラムちゃんですか？どう見てもラムちゃんのこの緑髪にこのスタイルね。鬼のパンツはいいパンツと。それ雷様のなんかスタイルになってますけど。雷様も親戚みたいなもんや、ラムちゃんからしたら。もうこんなもんや。鬼はみんなこんなもんや。高木ブーさんスタイルになって。もうブーのアンチ許さねえぞ。もう今日来ないぞ。もう反省や。もう壁のも方向いて喋っておいても。壁に喋りかけておけ。ということで、あとちょっと待って、喋りかける前に、はい、鬼のパンツはいいパンツなんだけど、ウサのパンツは鬼のパンツ？はい。ちげえな、こいつ。こいつダメなパンツだな。はい、ってことで、ウサとは深いパンツです。はい、ってことでね、本日は、こちらね、クーゲル、見えてるね。クーゲルの紹介になると思うんですが、前回ね、ウサとはクーゲル作ったよね。今、担いでるやつ。はい、そちら、前回見てくれた方はね、消去してくださいと。楽に帰りたいって言って調子こいて前回紹介しました。はい、今回それをお詫びしますと。今回さらに強くなったのができちゃいました。なので、こちらの方がおすすめですと。はい、はい、ってことでね、本日は、もちろん貫通速射のライトボウガン紹介いきたいと思います。はい、ってことでね、冒頭からいくと、こちらクーゲルね、みんな大好きなやつですよ。はい、はい、今タイミングよくふーっつってくれたね、この女が。はい、で、頭と胴体前回と一緒で、今回腕がね、マガマガになってみました。理由は後から言いますね。で、腰が、カイザーで、はい、パチパチうるさいからやめたんだね。はい、お利口さんじゃん。で、足が、スピナーを使ってます。で、今回のクーゲルの方なんですが、前回の違いで言うと、こちらね、攻撃マックスにできました。おめでとうございます。はい、頑張ったんすよ、クエ行きまくってね。はい、もう行きまくってマックスまで詰めることができましたと。はい、なので、今回装備が強くて火力上がったんじゃなくて、実はこれじゃねって思う方もいるかもしれませんが、はい、ところがどっこい、今回前回より強くなってるっていうのがこちらね、こちらで号外修羅を入れてるんで絶対強くなってるんですよ。ってことなんで、文句言わず最後まで見ていってくださいと。はい、で、こちらね、まずね、こちら全部見ていくか、最初に。こちら、とりあえず回転数だけ見せるわ、最初。はい、頭の方がね、連撃と小スロー。これ前回一緒な。こっちも一緒かな。こちら攻撃がつきましたと。はい。で、今回腕の方はね、弱点特攻つきましたね。おー、いい。で、変わると言っちゃなんですが、こちら、はい、合気と、逆襲の方が消えました。これゴミなんでいいです、消えて。ゴミ？はい、今回の、今回の我々には必要のないゴミです、これはね。でもガンナーだから、はい、で、小スロがつきましたと。はい、はい、で、今回ね、こちら腰の方に達人芸消えてスロットが大きくなった。さらに小スロがついて恐竜章ついたんすよね。はい、おー、恐竜章。はい、なので普段だと号外修羅入れたい時に腰で持っていく方が多いと思うんですよね。僕もそうなんですけど、でもこっちで恐竜章せっかくついたんでってことで、今回は腕で、補いました、そちらの方はね。はい、はい、で、こちらの暗夜の方が、はい、スロットでかくなって小スロついて、さらにハラヘビ耐性がついてくれました。で、こちらのハラヘビ耐性の方がですね、こちらですね、時間経過によるスタミナゲージの最大値の減少を抑えてくれます。そうでしょうよ。はい、ってことでね、もし腹が減らないっつってんだから、もしこれいいなと思った方は狙って練成してみてもいいんじゃないでしょうかと。で、石の方なんですが、はい、これはね、アプデとか関係ないですね。昔からこれです、僕ね。はい、ラッキーだったんですよ。で、今回、スキル特化でね、連戦の方もしていけるんで、3、1、1は、まあ、出るのかな、わかんないけど、3、1までは結構出るみたいなんで、狙ってみてください。はい。で、装備で今回ね、やっぱこれいいぜ、いいぜっていうのが、はい、やっぱ相も変わらずこちらね、アプデ以降入った、軍人まとい。はい、はい、こちらもう一度読むと、大型モンスターの狩猟中、攻撃を当て続けることで周囲に粉塵が舞ってくれますね。はい、ありがたいですよね。で、はい、この舞ってくれた粉塵は時間経過によって色が変わります。はい、綺麗ですよね。もうクリスマスって感じですよ、もう。うん、はい、以上ですね。で、映えるだけ。あ、違う、ちゃんと見て、カメラモードのため。で、さらにね、うん、はい、その色に応じて異なる効果が得られます。
はい、どういう効果なんだっていうことをノップさんに聞いてみました、はいはい、今回ねノップさんに聞いてみたんですよ。そうしたらなんか最初青色っぽくな青色になった時に、はい、そう、それに見とれることなく攻撃を当たらないように努力すると当て続けると、はい、そうすることで、赤くなるみたいなんですよね。はい、はい、その時にだ、さらに攻撃を加えてると、うん、なんとまあまあのダメージを与えてくれます。まあまあ、はい、まあまあです。まあまあ、はい、線を超えることはないですが俺が確認したところね、はい、まあまあのダメージを与えてくれますね、はい、まあまあ、それに近いダメージを与えてくれるんで結構休まず攻撃当て続けるような今回のライトボウガンだとか、まあ、そういった武器種にはもうこれ、まあ、追加ダメージにしてはかなり相性いい、ね、うん、相性いいんじゃないでしょうか。でこの攻撃を当て続けるっていうところにおいて、はい、ねガンナーがよくつけてるスキルでいうとこちら護身ね、護身、うん、いい、こちらも攻撃を当て続けゲージをが最大の時にね、はい、吹き飛ぶ攻撃を受けたら一度だけダメージリアクションを無効化し、うん、受けるダメージを軽減する効果を得るんですよ。素敵ですよね、はい、これあれですよね、なんか物理ダメージだけじゃなくってモンスターの方向とかもキャンセルしてくれますよね。いいね、こういうアホな質問が一番いいですね。これはね皆さん知ってると思うんですがもちろんね、はい、こちら方向とかもキャンセルになりますよ。あーでも書いてはなくないですか。はい、って方のためにこちら大きくしますね、はい、はい、ドンと攻撃を当て続け合心ゲージが最大の時に呼ぶ攻撃を受けると一度だけダメージリアクションを無効化し受けるダメージを軽減する効果を得る、はい、だって方向って別に吹き飛ばなくないですか。はい、そこは刺してください。耳塞いでるだけですよ、ね、これはみんな刺してるんですよ。刺して分かってるんですよ、みんな知ってる。書いてなくない、バグじゃない、はい、こうやってない、目に見えるものしか信用しない子もいるんでその人のためにここで言っておきます。書いてなくない、方向もキャンセルできますと。すごい便利、はい、ってことでね、便利、はい、ってことで次はスキルの方を見ていきましょうかね。はい、はい、ポヨンと、今回ね、今回ね、つうか大体の人はみんなこれですよ。攻撃マックスにして、まあ見切りな、超回収もマックス、はい、弱得もマックス、貫通、この辺だって入れとかなしょうがないもんな、これな。何を言ってんだ、まあまあ、ほんまに。で、はい、今回僕は連撃はマックスになってますと。これ別にマックスじゃなくてもいいです。はい、ね、僕連成適当なんで見てたらわかると思うんですけど、うん、うん、もっとみんなちゃんと連成すればもっと強くなれると思うんで、はい、ゴリゴリに積んでほしいんですけど、まあ連撃が僕の場合はマックスになりましたと。で、はい、あと粉塵まといこれはいいですよね。で今回攻撃をあまり食らいたくないよってことで、弾道強化2と、回避距離2が入ってますよね、はい、なのでまあ大体の人はこれあまり火だめしないでいけると思うんですが、火だめしちゃうぞって方は自分のプレイヤースキルを伸ばしましょう、はい、僕もそうします。プレイヤースキル、はい、だってこれ腹減り耐性ですね。これもどっちでもいいですね。いらないでしょ、はい、で、号外しら恐竜ショート強と、うん、あとこれ合心ね、合心ね、はい、はいはいはい、これもね、なんだっけな、とあとあれだ、はい、で、気になる回心率は何パーなんだいっていうところについて、今回見切りが5なんで、はいはい、これ 25% かな、うん、25% しかないんですよね。でまあ、弱点特攻、これは弱点狙う自分のプレイヤースキルです。これも頑張りましょう、はい、はい、でこれで 50% で、25% と、はい、はい、であと恐竜章が効いてる時だけプラス 20% されるんで95と、まあ、約 100% です。約 100% ですね、約 100% です。弱点狙った時に限り約 100% です。約 100%、はい、5% は、まあ、運があるなしによって変わってくると思うんで、運がいい方はもう 100% です。これ 100% って言っていいと思います。 100% です。はい、はい、でもこれはしょうがなかったんですよ僕は、はい、でも皆さんは 100% 目指して頑張ってみてください。はい、で、もう一度これ、さっき見せてなかったかな、見せてこうかな。僕回連星がね、ほんとね適当なんですよね、はい、適当ってこともないけど、まあこれもね別に弱点特攻じゃなくてもっともっとなんかあると思うんですよね。もっとなんか、うん、もっとなんか特にこれね、特にこれこのこれだったらスロットが増えたから、まあこれにしようって。僕スロット今回ギリギリだったんで、はい、これなんですけど、もっとあります。はい。腹減り体制よりいいスキルってあるんやんか。うん、そう、あるでしょうね。はい、なので、それにしていってもらいたいのと、はい。はい。今回ね、こうやって、貫通作ってみたんで、試しに一応、狩り行ってみましたよ。前回強くなったところを皆さんのお見せしようとね。で、今回、貫通だったんですが、バゼルギウスに行ってきましたね。おー、バゼル。はい。バゼルといえば、お利口さんな人たちは、はい、優秀な方たちはですよ。はい、罠を仕掛け、まあ、ヘビーやらライトで氷結貫通を持っていくんですよ、う
うん、氷結かな、うん、でね、時短してさっさと周回してるんですが、我々みたいな横着な人間は、はい、あとこれ見てる人も多分横着ですよ、どうせクーゲル使う人大体横着ですよ偏見ああクーゲル使ってそのまま持ち込んでバザル行く人もやっぱ迷惑かけちゃダメだと思うんですよね、はい、うん、ちゃんと来いやと、そのモンスターのあったぶけで来いやと、はい、はい、だから少なからず皆さんに迷惑かけないように火力を上げて、いやでも自分これぐらい火力出してますよと見せつけながらやるために今回の装備を作ってみました。はい、はい、あんまりね長引いてもね、あんだけみんなさんね借り慣れた借り慣れたって言ってもやっぱおつる人いるんですよ、これ冒頭につけときますよ、ね、事故だよね事故あのうたたもおつったんですよ事故だね、ごめんなさいって言ってましたよ中には貧弱貧弱ってコメント飛ばしてくる方もいましたよ、はい、そういったことにならないように、クーゲル大好きな皆さんは、はい、迷惑かけないクーゲルを作るってことで、今回ね前回よりもさらに強くなったクーゲルの方を紹介してみましたと、はい、はい、ということでね、ウソタもそんなゴミみたいなクーゲルを捨てて今回新しく作ったやつをもう一回ね動画見直してスクショして作ってみてはいかがでしょうかと、はい、ということで、前回ね、前回じゃないわ、次回もね、まだクーゲル出すかもしれません、でも今回は今回でもしよかったら作ってみてくださいということで、はい、本日はお疲れ様でした。お疲れ様です。今までご視聴ありがとうございました。あれあれ、まだチャンネル登録してない人いるのかな。まだの人はポチッとワンクリックよろしくお願いします。登録するといいことあるかもね。